休み時間ラジオ前でございます。ミルク佐藤です。今実家に帰ってきてやってんだけど、これね。もうテレビばっか見てんだ、これね。やっぱりこれ実家帰ってきて、実家の兄ちゃんと一緒に地元のチーム見てたら盛り上がっちゃうね、これね。いやー、そうだね。ほんと今日あたりはバスケも見ちゃってね、ブレックス見ちゃって、ね。なんつってやってて、そしたらその後の選挙もやってるから、地元の選挙の結果見ちゃってね、これな、こんななのなんつって、そしたらブレックスの中継やってるアナウンサーの篠田さんがね、選挙も喋ってたから、なんだか忙しいなやなんつってね。地元話でございますね。プラッと行くとね、私実家からもう歩いて5分ぐらいで栃木市の練習場クラブハウスがあるんでね、いい散歩コースなんですよ。プラプラ行きながらね、少年の頃の思い出、ここ変わってないななんつってね、ここすごい変わったなとかね、変わっていくもの、変わらないものね、私の気持ちは変わらない、しかし体は年を取り膝が痛いこの夜でございますね。いやー、でもなんかもうずっとね、なんかこう母ちゃんの飯食いながら見てますから、いっぱい試合見ましたよ。海外も活躍しましたね、先生ね。いっぱいありましたね、いろんなことがね。ソシー見ちゃいましたよね。レアル・ソシエダ戦も見ましたけども。あら、たけちゃんのゴール。たけちゃんゴール、いいゴールでしたけどもね。ゴールでしたね。いい感じでしたね、ソシエダもね。僕はやっぱりでもね、オヤル・サバルさんいたでしょ。ね。なんか俺いろいろ感じちゃいましたね、いろいろね。オヤル・サバルさんが頑張ってね、PK を得るんですよね。それも本当恥ずかしい外し方してるでしょ、ね。ゆっくり蹴って正面で止められるみたいなね、落ち込んでた、もう我々がね愛したオヤル・サバルがね、すごい苦しんでた。でその後オヤル・サバルさんがね、ごっつぁんゴール決めるわけですよ。うわー、いやーやろこうってコーナーまで走ってて膝で滑るわけですよ、ね。いやいや違う違う、オヤル・サバルさんとねマイナス取り戻してそんな喜びすぎてじゃダメですよみたいなね。いやー、気持ちわかるなと思ってね。いやー、超消しだーみたいな、まだ同点でしたけどね、あの時点でね。まあね。いやー、すごかったです。なんかね、マイナスをゼロに戻した男のガッツポーズもいいもんだったと思いましたよね。なんか、会社で横領してね、使っちゃった金をこう、明日みんなが来るまでにギャンブルで取り返せた男みたいな顔しましたね。やだーみたいな。危ねーみたいな顔してました。しかもね、オヤル・サバル、長い間怪我しててね、戻ってきたと思ったらチーム結構ガラッと変わってたし、最近もオヤル・サバルが出ると勝てないっていうのずっと続いてましたから、よかったななんて思いますよね。そういうのもあってのガッツポーズだってね。そうか、よかったよかったよ。とんでもない顔してましたもんね、外した時ね。でもコーチがそもそもとんでもなさすぎましたからね。なんでやねんって思って、めちゃくちゃちょっとね、あれはちょっと恥ずかしいっていうかね、ちょっとね、なんか思いましたけども、しかし久保選手はもうたくましくなりましたね、先生ね。いや、素晴らしいね。もうリーガーの久保ですよ。いや、本当もね、本当そう。これで得点ランキングも20何位ぐらいまで来ましたからね、1個上げて。素晴らしい。もう上なんても各チームのストライカー軍団1人ずつぐらいしかいないもんですから、だから決定力って意味でもラリーガの中でも超高い部類ですからね。ああ、そうですよね。決定力といえばプレミアリーグはブライトンね、アンドホーブ・アルビオンのね、カオル・三笘選手がもうなんかセンターフォワードみたいな位置にいっぱいいましたけどね。そうですね、あれは相手だと思いますけどね、寄せてあげてドンね、そんな感じでしたね。いやだって今ハンドとかオフサイドみたいになくなっちゃいましたけど、やっぱそのシュート力みたいな格段に上がってきましたよね。ヘディングも決めて帰りましたし、その後点も取りましたしね。本当そうだよね。まあでもさらにその上いったソン・フンミンってのもね、ソン・フンミンすごかったね。すごかったわ。ソン・フンミンとファン・アラーノは同じようなの決めました。全く一緒だね、あれね。三笘もでもああいうの決めましたよね、プレミアでね、一回ね。いや、そうだね。で、あとオーストリアでは大体ああいうの中村圭とか決めてますからね。そうなんだ。遠くから巻いちゃうよ、ショットね。あれやってますからね。やってんの。フンミン先生はすごいね。やっぱしね。そうやった。トッテナムはどこでやってんだっけ？やっぱトッテナムはブライトでやってる。何見てたんだよ、俺は。いろいろ見すぎて分からなくなっちゃったんだよね。うん、ちょっと振り返ってバイエルン・ドルトムントとか見てたからさ、暇だったからなるほどね、うん、何見たかわからないですよ、何がどっちだかわからないですよそうでしたね。いや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 、あとそれだけじゃなくて、まああとはあれですよ、スコットランドの方でもいろいろありましてよ。ありましたか。キヨゴ古橋がレンジャーズ相手にそれを見なきゃダメよね。あ、2得点決めまして、すげえすげえやりましたね。もちろん勝ちました。ああすげえ。これによって、そうなのよ。ああ、それによって情熱大陸の博士太郎さんのバイオリンがぶっ壊れた。あまりにすごすぎて。いやいやいや違う違う。まあ正直、うん、優勝はもうほぼ確定的なので、こっちはいいんですけど、うん、ただ尋常じゃなくてですね、ここまで31試合セルティックやってるんですけど、はい、29勝1分け1敗です。いやー、千代の富士じゃん。で、特出プラ75です。なあ、すごい。ああ。で、キヨゴ何点ぶっ込んでるんですか？でも22ですね、リーグ戦で。すごいですね。うん、もう2位に4点差つけてるんで。いやー、ダントツ。得点はもう確定的と言っていいとは思います。いや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 、ないですよ。いやー、まだわかりませんよ。ないですよ。ないですよ。言いそう。言いそうですね。ちなみに、カップ戦とかまで含めると、はい。28点取ってんすよ。すごい。で、そのチーム自体もぶっちゃけほら、今だ1分け1敗じゃないですか。セルティックの歴史史上最高の勝ち点になる可能性が高い。すごいジャンプをしてこう。で、そのエースストライカー、古橋として名を刻むんです。あら、じゃあ、2人で荷物まとめて、ね。ポステコさんにはいてほしいんだよな、セルティックにな、やっぱり代理店的な感じでね、これ申し訳ない。いてほしいね。プレミアに行ったら行ったで、そこに呼んでくれたりするのが日本人よね。いや、でもやばいよね。そうだね。いや、これは。しかもレンジャーズキラーの旗手君、怪我で欠いた上でこれだったんで、ああ、そうか。3-2で勝ってという。それもそれでなかなかないことしたな。なるほどね。クイーンズパークを攻略して、クイーンに謁見してるわけですもんね。ええ。そうだね。レンジャーズだろう、そういうことか。すごいことですよ。クイーンズパークレンジャーと違うんだね、そうだね。違う、あっちは QPR。それ QPR だ、もう分かんないですよ、いろいろ見ついて。レンジャーズはね、グラスゴーレンジャーズだもんね。グラスゴー。ああ、そうだね。失礼しました。はいはいはい。いやいや、なんてことも起こってますよ。なるほどね。俺らはいつでもチャレンジャーズですしね、先生ね。なんで言い組んできたんだよ。急に。まあまあまあ、そんなことが起こってますね、海外では。起こってるね。こう週末、旅に景気がいいやね、これね。だから、J リーグ1チームがね、ちょっとピンチだなとか、もう頑張って、って思ってる方はね、日本人としての気持ちを一回思い出してもらって。海外では勝ってるなっていう、そういうので、こう、帳尻合わせて、また、来週の応援にね、気持ちを向けていただくっていうのがいいんじゃないですか。ねえ。あと、ちなみに、皆さん、まあ、もちろんね、今日は夜にまたミルワカ本編の方でそうなんです、9時から。はい、来てください、生放送、本チャンネルで。いろんな話はそこでもしたいってところはあるんですけど。そうなんだよ。しすぎちゃうんです、向こうでね。そうなんだよね。で、だけどね、またちょっと大変なことがあってね、J2 の話なんですけど、水曜リーグ戦なんですよね、もう。水曜、そうなんだ。そうなのよ。忙しいね。だから今日、ある意味もうやるともう、意識的にはもう J2 の皆さん的にはもう明日とか火曜日はもう、もう水曜のプレビューをやってくれぐらいな感じでしょうから。なるほどな、なるほどな。ねえ。だからまあ、ね、選手の皆さんも切り替え大変だと思いますし、一日オフやって、前の試合の確認もう一回やって、そうだね。俺田中圭太選手の Vlog いつも見てんだけどね。同じ話しようと思ったわ。ねえ。9時間移動して松本山鹿まで鳥取から行ったっていうね。そうだよね。やっぱりね、いろいろ予算とかもあるから、だからいろいろ相性とかもそういうところにあるったりもするんですかね。そうだよね。引き分けましたけどね。そう。前々日入りで要は2泊してるって言ってましたから。はあ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 。やっぱ2泊目の方がコンディションいいわけですよね。なんかこうフィットするわけですね。そうだよね。これは飛行機で1泊よりもそっちの方が安いんでしょうかなんてことを考えちゃったんですけどね。その宿泊費1日分でこう交通手段はどうにかならんのかなみたいな思っちゃいましたけど。だからもしかしたら鳥取から松本ってのがあんまりない、ああそういうことでしょうかね。行って帰るよくわかんないやつになっちゃうとか。でもだからさまさほらそれがあった上でそのほら今回は八戸戦あったでしょ。そこでは田中圭太選手いなかったわけですよ。そうだね。ベンチにも。だからなんかその動画を分かってた上でだったからなんかコンディション面とかいろいろあるんだろうなと思った。いやでも田村選手活躍したね。その移動中もめちゃめちゃ元気でしたよ。ね、いや、ほらでもだから俺ね多分ローテーションだったんだろうなと思ってて。ああそうか。田中圭太選手ここまでがフルスロットルで出てきて、田村選手は途中出場が多かったですから。そうか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 。そういうことなのかなとも思ったりしたんですけど。なるほどな。やっぱ田中圭太選手が行くと。そのチームのなんか内情というかね、なんか人間関係とかこう見えてきますよね。ああ、こうやって生活してんだって。あれいいよね。ああ、僕としては牛の浜選手がよく映るんで嬉しいんですけどね。見ちゃうね、先生ね。思うね、それはね。見ちゃうよ、そうなのよ。部屋の中でカメラセットしてから朝のホテルでね、窓シャーって開けて明かりを入れてますからね。そういうもんです。Vlog ってそういうもんですから。そういうもんですから。まだ見たことないのでおすすめですよね、先生ね。そうですね、見てくれて。圭太選手もちょっとね、聞きたいですね、お話をね。またお話聞きたいですね。そうですね、日程大丈夫なところでね。なんかマンデーライブとかでもね、ちょっといや、そうですね、来てくださらないかな。来てくださらないかな。お願いします。ねえ。ほっといたらすぐ飯作りよるからねって言われてたよ田村さんに社内で編集してアップまでしてるんだっつってね。すごいね。ああ時間すごいな。もうだって3年4年やってますもんね。いやこれだけ継続するのもすごいことだね。いやそうですね。だからその移動距離とか何で移動したかも俺ダゾーンで発表してもらいたいね。スタメンの前にね。鳥取は前々日移動の9時間バス退するホームはつってね前日練習軽めにこなしまして今日は自宅からね直前にうどんとおにぎりを一つ食べましたつってね。でもだってさ、まあ、確かに思うのがさ、はい、まさにその田中圭太選手のほら以前ので言ってもほら琉球時代に。うん群馬でしたっけ、うん、なんか行く時にさ、うん、本当はどっかで違うところで降りるはずだったのが羽田かな、はい、成田とかまで行く予定だったのが、うん、四国ちょっといろいろ大変なことがあって、うん、名古屋でセントリアかなで降りなきゃいけなくなって、うん、そこから電車移動になったのがあったじゃないですか。トラブルとかね、うん、あったそういうことあったら練習ほらギリとかになっちゃうからコンディション悪い中試合やんなきゃいけないし、そうだね。だからそれも結構重要なね試合のファクターだから。うんそれだったら、ほら、最近ウィナーとかトトとかもあるけど、まあ、正直その情報を持った上で予想するのが持ってないっていう。いや、そうだよ。全然違うよね。全然違うもん。わかる。そうだね。だから、単純なデータだけではね、ちょっと観測することができないなと。ちょっと発表してほしいですよね。そう、貴重なね、本当だから、チャンネルでもあるなと思うから。ぜひ他のなんかいろんなもう全チームでそういう方こう出てきていただけると嬉しいなってのも、田中亭がね田中亭誰々が出てくるといいですよね。そうだな、確かにな。 J リーガー Vlog の撮り方っていう本をまず出していただいてそれをみんな読んだ各チームの方が田中亭もあるばでもやってる方結構いるんかなこれ。あ知ってたら教えてください皆さんね。なんかインスタとかでちらっと載せてる人とかいるとは聞いたことあるんですけど、だから編集するまでってのがやっぱりだからすごいよ田中選手は。そうだよ。プロの皆さんもし編集ができないだけで撮れるんだっていう方は我々やりますので動画送ってきてください。やります頑張ります。自分が見せたいってことさあるじゃないいろいろそれっていうのは。まあね。それもでも AI とかもう出てくるんだろうね。AI に田中選手のVlog のねパターンを飲み込ませる田中選手風にね撮ったやつを勝手に編集してくれる。でも AI がねちょっと天然こいたら恥ずかしいとこもね流しちゃったりとか、ね、またおならしたこいつみたいなねなっちゃってそんなそれってことはそれを食わせてるわけになっちゃうから求めてないってなっちゃいますからね。そうか大変なんだよな。そうなんだよな。僕もちょっとやってみたけど大変だねあれ。ね。色がそうだよね。確かに逆のプレッシャーがあるのよね。なんか珍しい景色見ると、あ、撮らなきゃとか思っちゃうんでね。ああ、そっか。よくないよね、これね。あと、やっぱ気象点結撮らないとあれなんで、いろいろ撮るんだけどさ、あそこ撮ってなかったなとか、ね、いきなり実況席撮ってもおかしいじゃんみたいなさ。そうだよね。そうそうそう。頭が下がります。頭が下がります。いきなり普通にやり始めるなって言ってもできないことですからね。そうですね。うん、すごいことだと思う。もう難しい方はもう24時間トゥルーマンショーで生配信でね。確かにな。ね。そしたら後で誰かが編集してくれるか、キリンの木というね名目で、あ、それいいですね。あ、それいいね。それやろうかな、私ね。興味ないか、私に。いやいや、忘れちゃうんだろうな、トイレとか行っちゃうんだろうな。ね。それはちょっとな。画角が難しいもんだってね、常に向けてることできないもんですよね。そうだね。なるほどなるほど。いや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 、まあということで今日の夜ね、マンデーライブありますので、そちらで試合の話とかできればと思いますから、ぜひよろしくお願いいたします。質問やらなんかこうワーワー盛り上げていただくね、コメントバンバンお待ちしております。今夜9時はビルアカホンチャンネルでマンデーライブ毎週月例でございます。週例でございます。そしてカッターさんが来てくれるね。そうなんです。富山のブロガーじゃない、YouTuber ですね。来てくれる。よろしくお願いします。いろいろ富山通にもなっちゃいましょう。なんかトップに踊り出たタイミングで来るわけですね。そうですね。そしてグレモルくんが来てくれてね。そうだね。勝ちましたし、これなんか演技いいところで乗っかっちゃってんじゃないですか、我々。ね。ありがたい。いいね。いいね。そういうことで。続けていきましょう。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。その来週以降ね、ゲスト決まってませんから。ね。あ、それは三笘選手が一回来てくれて、一回いなくて、次久保選手来てくれて、ね。その後大谷翔平が2回来てくれることになってますんで。嘘ですよ。嘘ですよ。ね、来週はくまねこチャンネルさん、再来週はうらぎさんに来ていただけるということになっております。いや、お待ちしてもありがとうございます。はい。てなわけで今夜またお会いしましょう。また定期的にゲスト発表しますのでお願いします。お願いします。出てくださる方もね、次戦他戦は問いませんのでね。はい、待っております。うちの弟可愛いのでちょっとね、願書出しようかしらみたいなのも OK でございますから。ね。いや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 。原宿で歩いてるちょっとマネラブ出ませんみたいな私やってますから。ありがとうございます。いやいや、だからもう勝手にお姉ちゃんが書類出しちゃってっていうのでいいんで、そういう言い訳でいいんで、ぜひ寄せてください。はい、待ってます。はい、ありがとうございました。ね、それがどうしても恥ずかしいって方は原宿をうろうろしておいてください。参ります。ありがとうございました。ありがとうございました。直美の方でした。梅宮達夫さんのね、漬物屋さんの前あたりで待ってください。ありがとうございます。もうないのかな、ないのかな。どうもどうも。